冬までの青空が広がる午後1時、芝公園。そこにやってきたのは、おはようございます。そう、韓国出身の人気モデル、ヨンアジャン。オッチ専属モデルをはじめ CM など幅広い舞台で活躍するモデルヨンア。20代の働く女性を中心に多くの女性たちから絶大な支持を集める注目の女の子なんです。今日はヨンアの一日を、みんなと一緒にしたいなと思います。これからヨンアと一緒に登場。今一番注目を集めている人の仕事とプライベートオンとオフに大接近、モテカワコレクション。今回は韓国出身の人気モデル、ヨンアちゃんの魅力に大接近。異国の地日本で活躍する彼女の遊び場から大切な場所まで、ヨンアちゃんのオフタイムを余すことなく紹介、彼女の素顔に迫ります。今日は大好きなゴルフの練習をしに来ました。まずはじめにヨンアちゃんがやってきたのは代官山にある室内ゴルフ練習場、ケーズアイランドゴルフアカデミー。解析ソフトを使ったレッスンで自分のスイングを分析しながら一人一人に合ったレッスンを受けられちゃう人気のスポットなんです。そこでヨンアちゃんも早速初めてのゴルフレッスンに挑戦。いや、今日はゴルフを初めてやる日なんですけど、すごい楽しみです。できるかな。ウェアに着替え、やる気満々のヨンアちゃん。そんな中、早速レッスンがスタート。クラブをこう立てて、はい、この左の3本、ゴルフは結構なんか撮影が多かったんですよ、ゴルフウェアとか。だからゴルフ場をよく行くことが多くて、行ったらやっぱりすごい気持ちよくて、で周りの人もゴルフやってる人が多くて、それでやりたいなって興味を持って始めたんですね。難しい。すごい体をこう動いてるのを見て、モデルの仕事でもすごいいいじゃないかなってすごい今思って、こう体のバランスとかすごい良くなるっていう気がして、これからも頑張りたいなって思いました。先生がすごい優しくて。優しかったですか？はい。厳しいですか？本当。やる前は見てて簡単だなって思ってたんだけど、やっぱり自分がやってみると体がうまく考えたのと全然違くなってて、それがすごい難しかった。でも頑張ってやったら、うまくなるっていうふうに信じてる人だから、頑張ってやってみます。ゴルフはゴルフも満喫したヨンアちゃん。そんな彼女が続いてやってきたのは、そう、東京タワー。ここはヨンアちゃんにとって思い入れのある場所なんです。最初日本に来た時から、一番最初来た場所が東京タワーだったんですけど、こんな広いところで私が仕事ができるかなってすごい、最初は怖かったし、でもこんな素敵な場所に来て、仕事をするできるっていうのがすごい嬉しかったですね。女優として活動していた韓国を離れ、17歳で単身日本に渡ってきたヨンア。その時初めて見た東京タワーからの夜景。そのあまりの大きさに不安を感じながらも、改めて日本で活動することを決意したのがこの場所、東京タワーだったんです。
もうすごい好きですよ。だから日本にいるし、日本って、最初仕事以外には来たことはなかったんですよ。やっぱり本とかしか日本っていうのを知らなかったから、やっぱりちょっと違かった。すごい温かくて、人もみんな優しいし、最初来た時は全然知らないところだったし、知らない人ばっかりだったんですけど、今は本当になんか自分の国みたいな感じで、すごい好きで頑張ってます。そんなヨアちゃんが続いてやってきたのは、彼女が愛してやまないあるお店。ママー、日本のママです。ヨアちゃんのお母さんです。そう、こちらは目黒に店を構える韓国料理のお店ミョンドン。ヨアちゃんが日本のお母さんと慕うミカさんが切り盛りするこちらのお店では、ヨアちゃんが地元より美味しいという数々の韓国料理がいただけちゃうんです。そんな韓国料理の中でもヨアちゃんの大好物は、ヨアちゃんが好きなサンドタンです。大好きです、本当に。そう、お肌にもいいコラーゲンたっぷりのサムゲタン。あ、おいしい。大好き。最初に韓国から来た時、やっぱり韓国の料理が食べたい時とかあるから、そういう時一人でも食べれるところを探してて、でもすごいサンゲタンが美味しいから、そうよく来たお店で、おばあちゃん、ママとすごい仲がいいから、喋りやすいし、韓国語話したい時とかよく来ます。どうですか、そんなヨアさんの活躍を見て。素晴らしいよ、よく頑張ってる。一人で外国でみんなスタッフがいいからね。そうですね、最近、漢方作ってきた。韓国で。あ、そうなんだ。冷え性だから冬は飲まなきゃいけなくて、ちょっと温めて飲まなきゃダメでしょ。いつもどうやってんの？一人でやってんの？一人でやってる。この手でできる？本当冷えそうだ。冷え性。実家のようにくつろげる空間。ここからヨアちゃんの新たなパワーが生まれてくるんです。仕事をしてて休みっていうのはやっぱり自分をこうリフレッシュする、ことだと思って、なんかあんまり寝てなかったってしたらいっぱい寝ようとか、なんかしたいことをしますね、楽しくできること、オフタイム、それはヨアにとって最高のリフレッシュの時間。今日はすごい楽しい一日でした。皆さんどうでしたか？またよろしくお願いします。皆さんヨアずっと応援してください。バイバイ。